イオりん、海外のエピソード聞きたいです。成田と羽田を間違えて乗り遅れました。うん。悲しかった。あと、お腹壊して飛行機乗れませんでした。お腹壊すことめちゃめちゃ多くて、お腹壊して飛行機乗れなかったりもしたし、あの、お腹壊して、あの、乗務員の人にせロガンをもらったりとか、あとはなんだろう、うーん。 ファフロンティア、台湾 FF っていうイベントがあるんだけど、もうね、そこはいっぱい言ってるからね。もうね、飛行機とかね、一人で乗れる。うーん。あとはね、ご飯が美味しい。めちゃめちゃご飯が美味しい。本当にご飯が美味しい。あとはね、現地のスタバを飲むのが好き。現地の日本で食べたことあるものを食べたりするのもすごく好きだった。 うん。あ、現地の、海外の現地スーパー行くのもいいよね。楽しいよね。わかる。チーパーイって大きいから、唐揚げみたいなやつ、本場で食べてみたいです。ジー、ジーか。ジーパーイ。ジーパーイあれ美味しいよね。その、唐揚げ、薄い鶏の唐揚げみたいなやつ。ジーパーイ。ジーパーイ。